さん、こんにちは。今日は岐阜県美濃市松森の美濃観光ホテルのモーニングにお邪魔します。午前8時からモーニングやってます。朝8時からモーニング始まるんですが、私たちは9時少し前に入ったらレストランの席がかなり埋まっていました。レストランを出たらおよそ30人ぐらいの人がロビーで席が空くのを待って見えました。すごい人気です。この左手の道は東海北陸自動車道美濃インターチェンジ入り口です。まもなく左方向です。その先目的地周辺です。左方向です。高速から降りてきた車が左抜きです。左折するとき気をつけてください。美濃観光ホテルは東海北陸自動車道美濃インターチェンジのすぐ近くにあります。目的地は左側にあります。売店では美濃伝統の美濃和紙をはじめいろんなお土産が販売されています。モーニングは丸ごとデニッシュ食パンのデニッシュモーニング、3色トーストモーニング、エッグとウインナーセットの3種類あります。ドリンクはコーヒー、紅茶、カフェオレ、ミルク、オレンジジュース、アップルジュースのどれかを選びます。丸ごとデニッシュ食パンのデニッシュモーニングお願いしましたが、こんな大きなデニッシュ食パン見るの初めてです。3色トーストモーニングをお願いしました。デニッシュモーニング、3色トーストモーニング、どちらもドリンク代込みの580円です。こちらは3色トーストモーニングです。左から抹茶トースト、バタートースト、チョコトーストです。580円で3色トースト、ポテトサラダ、ゆで卵、オニオンスープ、茶碗蒸し、デザートの6品もついていますので、580円は高いモーニングとは私は思ってはいません。お値打ちモーニングです。こちらは丸ごとデニッシュ食パン、茶碗蒸し、ポテトサラダ、オニオンスープ、ゆで卵、デザートの6品もついていますので、580円は高いモーニングとは私は思ってはいません。こちらもお値打ちモーニングです。この丸ごとデニッシュ食パンですが、すごく大きくて、こんな大きなデニッシュ食パンは初めてです。私はこんな大きなの見たことありません。ドリンクはホットコーヒーとカフェオレをお願いしました。茶碗蒸しにはしめじ、かしわ、銀杏、エビなどが入って美味しい茶碗蒸しです。この丸ごとデニッシュ食パンですが、すごく大きくて、こんな大きなデニッシュ食パンは初めてです。私はこんな大きなの見たことありません。すごくふわふわの大きなデニッシュ食パン、美味しくて嬉しいです。
デニッシュ食パン、あまりにも大きくて全部も食べられませんので食べるのを助けてもらいました。食感が楽しめる、おいしい、ゴロゴロポテトサラダです。シンプルなオニオンスープですが、おいしいです。モーニングを食べてレストランから出てきたら、およそ30人ぐらいの人がロビーでレストランの席が開くのを待って見えました。すごい人気のモーニングです。皆さん、最後まで見ていただいて今回の動画どうでしたか？今回はドリンク代込みのモーニングでしたが、私はドリンク代だけでトースト、サンドウィッチなどが提供されるモーニングサービスを YouTube に投稿しています。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。